おはようございます、マスター。本日もよくお眠りになられておりましたね。いつも言っておりますが、目が覚めた際にまぶたをこすられるのはお控えになった方がよろしいかと。赤くなってしまいますよ。この癖は幼少の握りからお変わりありませんね。さて、本日のアーリーモーニングティーはオレンジペコをご用意しております。それをお飲みになったら、洗顔や着替えのお支度をお済ませください。朝食はトースト、マフィン、スコーンがご用意できております。どちらになさいますか？かしこまりました。トーストに半熟の目玉焼きとチーズを乗せたものですね。早速ご用意をしてまいります。お支度が終わられましたら食堂へいらしてください。お待ちしておりました。本日の朝食はマスターご所望のオープンサンド、生野菜サラダにコーンスープとなっております。デザートには季節の果物を使ったヨーグルトをご用意いたしました。しかしマスター、昨夜の映画放映で目にしたものですよね、このチョイスは。くれぐれも食される際はこぼさないように注意なさってくださいね。お食事を取られながらで申し訳ないのですが、本日のご予定をお伝えいたします。朝食後はこのまま出社していただき、午前中は書類の決済、12時から13時までは昼食休憩となり、13時からは役員会議、議題は今後のマーケティング戦略についてとのことです。議題が議題ですので、一応の終了時間は15時となっておりますが、確実に伸びるものと思われます。会議終了後、席を外していた間にたまった決済書類と重要取引先へのメール制作などの雑務がございますね。以上が本日の流れとなります。マスターのお食事もお済みになったようですし、車の準備をしてまいります。後ほどエントランスへお越しください。お待ちしておりました。車に乗ってください、マスター。いかがなさいました？そのように浮かないお顔をなさって、何か気がかりでもございますか？ああ、なるほど。会議が気がかりなのですね。確かに、少々腹の黒いタヌキや、こちらをやり込めようとするキツネもいますが、マスターなら大丈夫ですよ。それこそ、この会社の会長であるお父上に徹底的にしごかれたのですから、それでも心配だとおっしゃるのであれば、こういたしましょう。本日のご夕飯、マスターと共にメニューから考えて一緒にお作りしましょう。楽しみがあれば頑張れますよね。やる気を出していただけたようで何よりです。本社ビルに到着いたしました。本日もお気をつけていってらっしゃいませ。